ゲーム女子実況ガエル、モズとハヤニエ、ドラゴンクエストビルダーズ、ドラクエ系建築女子物語始めます。始めまはい、始めまーす。モズさんいつも始まりまーすっていうのに、今日は始めまーすなんで、ね。そう、始めますなんです。はい、久々ですね。いろいろモズベさん、準備は OK ですか？ OK です。接続とか押しました？はーい、大丈夫。大丈夫ですか？はい、なんかね、今日はいろいろ裏でもモズベさんやらなきゃいけないことがあったそうらですね、ね。ちょっと試してます、いろいろと。はい。じゃあまあ久しぶりのね、ビルダーズなんはい。で、ほぼほぼもう1週間ぶりかな？ 5 日ぶりぐらいそうか。ですね、まあ、最近ちょっと14ですね、スケートの14が多かったんで。そうね、14の配信結構多めにやってたんで。今日もね、アンケート取ってみたら、すごい14になりそうな予感が、昨日はしてたんですけど、最終的に巻き返したそうだね。ね。一回、ウィッチャー3がそうトップそうに躍り出てんそうそう。けどね。急激にね。昨日、ダントツ14からの、ウィッチャー3そう。逆転からビルの、ダーズ。最終的に ビルダーズ がね。巻き返すっていうね。よかった。よかっうん、た。よかったですねえ。わ。まあまあ、ちょっとね、14ばっかっていうのもね、なんなんで。ちょっとメルキドの街をね、うん。いい加減救わないそうといでけすないね。とちょっ思うんとで早す。くね、早いとこ次の段階行かないといけないんで。はい。じゃあもう早速、誰かのクエスト受けていこうそうか。か。まあでも、一人しかおらんのじゃないかな。この男の子しかおらんね、多分。よそう。し。じゃあね、話そうかな。じゃあ、三人組いつも仲良しすぎるんよ。ちょっと。はい。翔太。翔太。おう、モズベイさん、よく魔物たちを追い払ってくれました。これは素晴らしい、新しい旅の扉も手に入れたのですね。たまに旅の扉っていいかな。私もロッシーさんから聞きました。やはりメルキドを滅ぼしたのはゴーレムだと。ゴーレムね。ということは間違いありません。このメルキドを支配する魔物こそかつてのこの地の守り神、ゴーレムでしょう。ああ、モズベイさん、ようやくです。ようやく、流浪の旅人だった私が、皆さんのお役に立てる時が来たようです。私は以前、旅の途中で、ある発明家に会い、魔法の玉なるものの製法を聞いたのです。この魔法の玉があれば、来るべきゴーレムとの戦いにも役立つでしょう。あなたにその製法を教えます。作り方をひらめいたら形にして見せてください。魔法の玉。魔法の玉？弾けると石の力で大爆発する鉄の玉。まあ、爆弾。まあ、要は爆弾なんですけど、ファンタジー感がないじゃないですなるか。ほど。まあまあ、じゃあ名前はぼかした状態でっていう感じなのかな。ぼかしたってそんな AV みたいに言わんとってくれる？ あれよ、ドラゴンクエスト3に出てきたのよ、魔法の玉。そうなんですね。そうそう。最初もね、アリアハンの大陸から次の大陸に行くためにね、地下の洞窟の扉か岩を吹き飛ばすために作らなきゃいけなかったのが魔法の玉なんですね。何個作れる？もうガンガン作っといていいと思うよ、魔法の大玉。丈夫？1個につき10個ぐらい作るから、50個作れるけど60個あるよ。お、いいよいいよ、そんぐらい作っとき。うん。じゃあこれでいこうか。そんな使う？はい。爆弾。山ほど使うでよ。もなんかそういえば倒せないやついたよね、一人。前回とかにいたね、ね。ゴーレムっぽいやつがいたね。あ、よし、できた。じゃあ、報告からいく？シューター、ショーター。翔太くんやと覚え翔て太る？くん。おお、これはすごい、魔法の玉が完成したのですね。まあ、僕が教えたから当然ですけどね。魔法の玉の発明者も、この私も、所詮は物を作る力を奪われた身。今まで魔法の玉を実際に作り出すことはできませんでした。しかし、あなたは伝説のビルダーだ。必ず形にしてくれると信じてましたよ。まあ、作り方を教えたのは私ですけどね。マスメさん、
メルキドを支配するゴーレムは必ず来ます。ゴーレムに勝てば空の闇も晴れる。負ければメルキドは再び滅びるでしょう。来たる戦いの勝利を祈ってます。どうかその魔法の玉をお役立てください。そうですね、魔法の玉が20個もあればゴーレムだってきっと1体につき20個。すげえ具体的な数字だからね、意外じゃん。翔太すごいじゃん、逆にそんな、うん、軍師並みだね。もうなんとなくあれがああなってこうなってああなるから今20発すかねーみたいな感じね。行ってみるよ、早速行けってことでしょ。あいつ倒しに行くの。あ、でもなんかあれやね、ピリンがクエストマークついてますよね、あと他いないかな。ピリン話聞いてみようか。じゃあはい、ピリンねえ、モズベ、最近なんだかみんなピリピリしてて怖いね。ロロンドンに聞いたよ、もうすぐでっかい魔物との戦いがあるんでしょ。私はただみんなで街を作って楽しく暮らしたかっただけなのに、もう他の男たちにチヤホヤされて生きるだけで本当に良かったのに、どうしてこんなことになっちゃったのかな。ねえモズベ、襲ってくる魔物ってとっても強いんでしょ。あのね、こんな時にわざわざお願いするものじゃないかもしれないけど、怖い魔物が来ても安心できるように薬草をいつ作って私にくれない。これが私の最後のお願いだよ。本当に、本当に最後のお願いだよ。よろしくね、モズベ。フラグ立ってるよ、フラグが。ね。ありがとう、モズベ。薬草が5つ集まったんだね。あ、持ってましたね。なんて準備がいいの？持ってましたからね、自分用に。それじゃ、モズベが作った薬草、一度私にちょうだい。一度私にすることなんです。実は、私も2つ作っておいたんだ。これで全部で7つ。モズベにあげて。そういうこと？全部もらうと7個もあげるんだよ。え、どうしてわざわざ5つ作らせたのかって、私が7個あげる風にしたかったからだよ。だってモズベはみんなのために部屋や家具や武器や私の部屋を作るのに夢中で、自分のことはいつも後回しでしょ。だから最後の戦いの前にちゃんと自分のための道具を作って欲しかったんだ。そのうち5個作らせたよ。そして恩着せがましく渡すためだよ。ねえモズベ、ロロンドが言ってたメルキドシールドっていうのは作れそう？私はいくらも悪い魔物でも戦うのは嫌だけど、チヤホヤしてほしいからね、悪い魔物でも。でももしモズベイが作ってくれたこの街を壊されちゃったらすっごく悲しいな。チヤホヤされなくなるのはもっと悲しい。お願いモズベイ、この街を守るためにメルキドシールドの作り方を必ず見つけて、そして私のことを守って。すごいね、全力で自分を押し出してきてるじゃん。あ、なんか早くない？ひらめいたよ。ピリンの一声で、ね、ひらめいたで、メルキドシールド。怖いわ。ちょっと設計図見てみる。見てみる。設計図っていうかレシピ、多分素材が足りないんちゃいます？普通に考えたらねえ。あら、右のやつで作るんちゃう。あ、またレシピってこっちかな。そこにあるやん、メルキドシールド。わー、オリハルコンと持ってないじゃない。全然持ってないやつだね。うん、あらー、やばい、ね、じゃあちょっとやっぱ取り行かなきゃんね。ロロンドさん、笛を湧いてるよ。あ、ほんと、なんで？あ、そっか。はい、ロロンドさん、ひらめいた気かな。もうデカしたぞモズベ、ついにメルキドシールドの作り方をひらめいたか。めっちゃ壁が顔にめり込んどるやん。、うん、これで城塞都市メルキド復活できる。来たるべき魔物との決戦にも備えられよう。思えばここまで長い道のりだった。メルキドロクが読み解けず何度枕を濡らしたか。さあモズベ、いよいよこの時だ。メルキドロクに記載された最強にして最大の防壁、メルキドシールドを作り、
来たる魔物との決戦に備えるのだ。メルキドシールドを作るための素材は改めてお主に伝えよう。いや知ってるけどな。心の準備ができたら我が輩にもう一度声をかけるのだ。なるほどですね。まだまあ作れないからオリハルコンとゴーレムの岩を。そうね、行こうか。そうやね。そう、赤いとこやったね、うん、でっかいのがいるのはね。さあ行こうか。じゃあモズベイさん、何モズベイさん今のやつ、でっけえフリスビーみたいなの。これね、うん、フリスビーじゃないからね。これテーブルです。はい、でっけえテーブルだね。なんかね、ゴーレム倒してたら、ゴーレムじゃないな、名前。あの、ストーンマンでしょ。そう。今から倒しに行くやつでしょ。そうです。あいつ倒してたらね、手に入れた。あ、小さい方のレアドロップか。そうなんです。大きいのまだ倒せないんで。なるほど。大きいのじゃあ、今から倒しに行くんだね。頑張るよ。あいつやろ、ゴーレム岩って、明らかに。よいしょ。おるおる、いわゆるどこそー。もっと行かんと。ちょっと左の方ちゃうかったかな。ここら辺かな。そっち方面、うん、そっち方面やと思うな。お。なんか上登ったらあれだよ。ああ、上はもう行ったもんね。ほら前ここら辺いたんですけどね。おったよね。急に現れるから、うん。サソリが現れたね。優勝。お、薬草持ってる。ゴーレム、向こうかなぁ。ゲームを持ってはるね。ねえ。多分その辺やと思うで。ちょっと歩き回ってみようか。後ろ、右見て、右。右。後ろ、そっち、そっち。まっすぐ行って、そっち。はーい。ここら辺いるんかなぁ。まあでも、やっぱここら辺ですもんね。うん。よいしょ。その辺で追いかけられてたからね、モズベさん。はい、どっこい、小一。どっこい、小一はいいから。その辺でぐるぐる回すと。あ、いた。ほら、いた。いた、ね。なんでそんな変な、急に現れたじゃん。なんで？そうやね。急に現れんねん、こいつら。あ、爆弾に合わせて。来ましたぞ。よいしょ。おー。あ、でも倒したよ。一撃じゃない？あった。あるよ。ゴーレムイラ。おー、ゴーレムイラ。楽勝すぎてびっくりしちゃった。めちゃめちゃ強いんちゃう？ねえ。やっぱり、魔法の弾は。いや、20発ぐらいって言ってたから。うん。1体につき20体なのかと思ってた。いや、今のもだってゴーレムじゃないから。そうなんだ。ただの、でっかいストーンマンやから。強い。よいしょー。あ、ゴーレム、あ、また出たよ、テーブル。また出てきたよ。えらいテーブル出てくんな。おやばい。よし、もう一回あの丘の上登りましょうか。さっきのね、さっきの、うん、あの丘の上登ったら出てくるよ多分。そうなの、そういうようなあれなの、うん、ポップ、そんなもんなの。ポップ条件この丘の上みたいな。ほんと、ほら、何言うたやろ。何謎のポップ条件をハエネは理解してしまったよ。マジか。うん。あれ出てないんちゃう。あ、モズベイさんが行方不明になりました。大変。復活した。大丈夫、今一瞬操作不能に陥ってたね。そうですよ。よいしょ、大丈夫、ちょっと探してました。よし。全然騒いではないですけど、うん、ゴーレムイルはあった、ね、あるある、ゴーレムイルは勝ち込んだった。もうちょっと取ろうか。もうちょっと取っていきましょうか。うん、来てるね。来た。あー、足んなかった。よいしょ、よし、たサソリも頑張って来ようとしてる、ね、じゃあその上でね。もうちょっと奥に来なかのちゃん。ちょっとカメラ回したりして。ぐるっと回してから。あ、ないなぁ。そのかい。ビフォーアフターで。もうちょっと端っこまで行ってみようか。ちょっと夜やから、あれちゃうか。
ちょっと家建てる、そこに建てよっか。ゴーレムストーンマン倒しようハウス。ストーンマン、まあこれぐらいでいくか。あれちゃうの、なんか石垣とかにしといた方があいつらも壊されへん。ああ、そっかそっか、それにしよう。うん、まあその上に建てたらそんなすぐ登ってこんとは思うけど。これはちょっといらない。ゴーレム湯はもうちょっと後で切る。うん、直しといていいんじゃん。いらないものはこれはいる。ラウンドテーブルもいらないかな。いっぱいになっちゃった。よいしょ。よし。オッケー。うん、それでポンポン置いて。よいしょ。急が。まあ大体ね、毎回見てくださる方ならお分かりいただけると思うんですけど、家が出るできる頃には。夜が明けます。夜が明けます。不思議と夜が明けちゃうんだよ。すごい夜明けた。ホズベさんがね、結構どんくさいからね。落ちてるし。やばい。いいんちゃう、そんなもんない広さ。はい。そんな広くなくても。どこにドア作んねん。あれね、牢屋の扉にすんの、ね。そうです、そうです。ちゃうの？わら？あ、牢屋、ね。ちょっと登りづらいとこに扉を置くようになってその手前に1個ブロック置いといた方がいいんちゃう。開け閉めしにくいでしょ。およいしょ。はい、じゃあと明かり止めて。あ、来た来た。え、そう、上に置こうとしてない。こうか。壁には置けんよ。あとはね、ベッドですね。ベッド在庫作ってた。作ってた気がしたけど、この間なかったよね、確かに。ないね。あれ？もうあれほどベッドは作っておけと。ああ、またないわ。ないんちゃう、ベッド。またあの、じゃあ西の。ねえ。それそれ。うん、それ外に置いて、あ、中に置ける。置ける。置けるね。作ろう。こんなとこでまた作ってなきゃいけないんだ。バラベッド。ちょっと、うん、何個か作る。39個いらん。39個作んなよ。さすがいらないや。そんなに。そんなにいらないや。だって、こないだ作ったやつって、こないだ作った家に置いたから、そらないんじゃん。ああ、なるほどですね。それで。よし。オッケー。さっきからちょっとサソリが。よし。できたぞー。寝よ。寝よ。ようやく寝れます。ああ、よかった。間に合ったよ。夜まで。野宿。うん。朝までか。まあ、家建てて野宿。こうビルダーにしかできへんね。ね。いやー、便利ですよね、これ。よし、じゃあ、オーレムも来てると思うから。来てない。まだお寝坊さんかな。そっちの方降りてみたら一回。まだポップされてない。なるべく端っこの方まで行って。ベスでも借りよこうかね。うん。お、ちゃんとベスって覚えたんや。お、おったおった。あ、おったおった。よし。出勤です。はい。部下を引き連れて、おはようございます。早速出勤してきたようですね。早速ですね。じゃあね、寝起きの一発を。はい。ですよ、こっちですよ。あー、無駄打ち。見つかってないもんだって、モズベさん。あー。無駄打ちやわ。あー。もったいないよ、モズベさん。お気づきください。お、お。よし。はい。よし。あ、じゃあとりあえずそんなもんでいいんじゃない？うん、とりあえず帰ろうか。うん、12個ぐらい多分取れたんちゃう。あとオリハルコンでしょ。あー、モズベさん、そらなほんと、あれも爆弾で取れるんだよね、多分。行こうか。多分そうでしょうね。よし、行こうぜ、行こうぜ。ここちゃうよ、ちなみにモズベさん。3つ目の扉でしょ。あらま。もう忘れてるからね。行こうか。まあなあ、モズベさんの鳥頭はあれやからな。そうですね、最近よく忘れがちですよね。よいしょ。何やったっけ、徳島、香川、愛媛、香川やったっけ。高知かな、高知2階かな。高知が2階飛び出したからね、四国言おうとして。高知が大変。いらないもの、いらないものを直す。
その導きの玉も直しといていいと思うよ。その取り出せるところに置いといたらいいから。ああそうなんですよ。逆にそのそこからさ取り出す必要のない、うん、あのお風呂とかバスタブとかお皿とかは外で使う必要ないから、うんうんうん、あまあここに置いといた方がいい。収納しといたらいいのね。そうそうそう、街の中にこことかにね、ここら辺とかにね。そうそう、そういう宝箱とか柱とか全部入れといたら。そうですね、ちょっとこれ入れとこ、ね、おおおおお、窓ガラスも絶対外でいらんでしょランドテーブルとかね、とかここら辺はいらないよ。屋根もいらんよ、もずべさん。その下の左のところに屋根があるから、うん、あそこ設計図入れになってるやん。まあいいでしょう、入れておきましょう忘れてな、あのどこに何収納したかわからんくなるっていうのがね多分もずべさんの部屋が散らかってる原因になるんちゃうかな。そうだね、それが証拠かな。よいしょよし、OK、いいかな。よし、とりあえず行こう。オリハルコン、じゃあ左やね。左、オリハルコン取りに行こう。行こう行こう。さあ結構なあれでしたよね、壁。いやもう普通に行ったらあったでしょうよ。あれか、ほらもう早速それとかでしょ。それ多分ハンマーで掘れないでしょ。そうですそうです、ウォーハンマーで。これはちょっと掘れるけど、よいしょ、うん、これやね。これもう早速行く。うん、早速行こう。そう、おー、あったー、オリハルコン、やったー。初めてオリハルコン、やったー。しかもその下にもあるけどよ。そう、モズメさん、それね、あー違うの。違うの。あ、でもなかったからいいや。うん、爆弾をね、埋め込む形で置くとより破壊できるから。あ、なるほど。あの上と下と立体的に破壊するから。ほうほうほう、なるほどです。だからね、その見えてるだけじゃなくて、もっと実は奥にもオリハルコンがあるかもしれないじゃないですか、うん、オリハルコンが、オリハルコン、ん面白いですね。九州のジョークって面白いですねちょっと関西人としては、うん、へーって思いました。だからちょっとね、それめり込んで、ほら、見えるでしょ。まだ置かずに、まだ置かずに。じゃあ、あー。お？まあいいや。お？うん、奥に、奥に置こう。奥に、はい。はい、逃げろー。ドーン。おー、うわ、めっちゃある。さっきよりたくさん。あれ、洞窟あるよ。さっきよりたくさん置かれたでしょ。洞窟？それ。洞窟っぽくない？おっしゃ。ちょっと松明。松明をちょっと待って、よいしょ。ほら、あ、謎の謎の洞窟を発見したけどよ。おお、それはな、なに、それハンマーで壊せるやつ。そうですね、多分これなんやろ、銀なんか、銀かなんかかな、鉄かなね。なんかあるかもしれない。あ、上にピンクが。あ、でもここなんか前来たことある気がする。おおお、ほら上にピンクがあるよ、それ茶色。はい、どこいしょい。どう。どうですね。でも上にピンクがある。お、上に。なんだ。グヘヘヘヘヘ。ちゃ。ちゃ。グヘヘヘヘがやってきましたよ、もずべさん。あ、こんばんはケロ。こんばんは。あら。グヘヘヘヘ。わ。さあ、ピンクのね。ピンクの岩を掘ろう。掘ろうね。頭めっちゃ打ちつけとるやないか。それ確かハンマーで取れたでしょ。ハンマーで取れましたね。はい、取ったことあるよね。あるある。ジャンプしながらですけど。よし。うまいことやれば取れる。もうちょっと手前じゃないか。お、取れた。あ、取れた取れた。取れたね。それ何やっけ？右押して十字キー。赤い宝石。あれ、なんかあるのかな。あ、オリハルコンあったよ。オリハルコン。その白いの。手前。もうちょっと手前。そこじゃなくて。え、もうちょっと。そこじゃねえよ。それもやけど。これこれこれ。手前でな、ほら、壁壁。それを、一回、ハンマーで、その辺の周辺を一回掘ってみて、うん、一段上がってみてもいいんじゃない？一段上がってみる。一段上がろうか。一段置いてから、
ここね、下に置いて、でそれに乗って右に掘っていきましょうか。それそうそう、そっち奥に、画面奥に、うん、で、ブーンってやってよ、ブーンってやって。おはい、どっこいしょ。あ、抜けた、抜けた、外に出たね。まあもうその辺置いたら、じゃあよし、こいこいこ、それで良さそう。あ、上めっちゃあるやん。うん、めっちゃ取れた。まだ上にもあったね。やば。あ、ほんと、あれも掘ってく、あれも掘りたいね。掘っていこうよ、うん、まあ、探しはもっとあるから、いっぱい、まあ、そこ行ってもいいよ。ほんと、この下でもいいし、それもちょっと、あれやね、下に穴掘ってまた何置かずにね、モズベさん置かずにね、これね、そうそうそう、もう一段階ぐらいっていう。おー、いいといいと、結構な、結構な範囲があるんで、その辺に置こう。よし、よし、逃げろ、逃げろ。うわ、め、おー、めっちゃあるやん、めっちゃあるやん、びっくりしちゃった。めっちゃあるやんか、びっくりしちゃったよ。まだあるよ。どこに置くと効率よく少ない爆弾で壊せるからね。いや、もう一個、もう一個奥置こうか。モズベさんの足場ぐらい。これね。あの、めっちゃあるじゃん。それの奥で。サブイも出てんだけど。そうそうそう。大丈夫？ドーン。めっちゃある。もういいでしょ、もう帰ろう。もうちょっと見えてんのはこれよ。せめて、その塊は。一個一個はいいけど。めっちゃあるな。この辺のやつ行こう、その辺。この辺に行こうか。あ、うん、うん。その上から。もう一個上の段登ろうかな。手前手前。そこそこ。そこ登って、その辺に置こうかな。左。うん。そうだよね。まだめっちゃあるんやけど。耐えない耐えない。入れ食いじゃないですか。もう61個。今一瞬ベスが、ベスが来たんやけど。ベス見に来たんだ、ね。なんか洞窟の奥で、荒ぶってるやつおんなと思って。わー、やば。この辺、この辺置こうか。できるかな、これで。いけちゃう。あ、そうだ、でもまだまだあるね。もう持ち物がいっぱいになりましたよ。ちょっと一回カバンの中削除しましょうか。持ち物で、その道具のところをね、一回三角ボタン押して、まとめてから。で、ブロック関係のところ。で、マーブルとか黒い岩とかを削除で。ちょっとまずこれいらないもんね。うん、土がいらなくて。全部消すの？土後で結構いんねんけどな。黒い土はだってあれですよ。レンガにでも、何にでも変化できますからね。あー、そっかそっか。そうそう。まあ、黒い岩はね、まだそんなに使わないから。いらない。削除。姉ちゃん、三角、あ、砂がいっぱいあるで、モズベさん、右の方に。あー、ほんと。レモンもじゃあまた取れるもんね。砂漠で、なんぼでも取れるんですよ、それは。はい。これはもう、削除で。よし。はい。はーい。間違えた。で、それ一回、そこ手持ちの、あ、まあいいかな。とりあえず入れておこうか。あ、いいよ、もう。はいはい。でもね、全部こうやって入れておいて。よし、オッケーオッケー。じゃあもう帰ろう、帰ったら帰ろうか。あ、頭打っちゃうからね。ね、こっちとキメラの噂で帰りたいところですが。ベス来たよ、ベス。ベス、お姉ちゃん何してるのって来たよ。落ちるんだけどね。こいこ、帰ろう帰ろう。よし、そこや。もう天井大丈夫やろ。さあ、こっか。さあ、もう順調に。行ってますよ。順調にゴーレム岩取ってね。魔法の玉作ってゴーレム岩取って、オリハルコンもゲット。さあ、これいい感じに作れるんじゃない？もう作ろう。起きてくるかな？メルキドシールド。さすがに起きたらね、起こしちゃまずいんで。私も寝よう。ちょっと最近あれなんですよ。ペリンとちょっと二人で一緒に寝るの多くなったよ。うん。もうそうやってさ、なんかベタベタし、モズベイさんからベタベタしに行くからさ、うん、ペリンちょっと調子乗ってんやん、これ。あれ、ダメよ。声かけたらダメよ、女は。追わせないと。ほんと。
最近はよく一緒に出てきたよ。調子乗るよ、すぐ。みんなすごいよね。もうドアから入ってこないんだもん。はっ。みんなガンガン上。それモズベイさんがあの壁の高さをあれをもうちょっと上にしないと、ね。なるほど。一個ぐらいやったらジャンプして登りようか。さ、壁を高くしましょう。そういう時は。エルキドのフィールドを作ろう。落ちちゃうよ。何？そっちじゃないよ。石の作業台じゃないよ。こっち。もうほんと鳥頭なんだから。はい。3個できるから。もう1個で3個も作れんのね。じゃあそんなにいらんかったな。さあ。でかい。まあ、来てくれるんで。あ、ここからはお話できんかな。できん、今さ。ナノスタンド使えや。よー、モズベイ、ついにメルキドシールドを完成させたのだな。これでこれでこれで、もう魔物たちの襲撃を恐れずに済む。あとは、このうちの魔物の親玉を倒せば、城塞都市メルキドを完全に復活できるのだ。素晴らしい。素晴らしすぎるぞ。ブワッハ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 。ブワッハ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 。うん？こんなものを作って、ゴーレムが攻めてこないか心配だと？お主はまだロッシの言うザレ事を気にしているのか。モズベイよ、我が輩から一つ大切な話がある。金を貸してくれ。この町はさらに発展させるためには町に住む人間はしっかりと選ばねばならん。町の発展の邪魔をする者、皆の気持ちを削ぐ者、町には不要な人間だ。わかるな、モズベイ。え？意味することは？わかるでしょう、モズベイ。誰がいらないかわかるよね。よくよく考えておいてね。怖いわ、普通に。なんか、ロロンドなんなんて話じゃない。わっ！なんなんなに？ゴー！なんだ？この地響きは。いいやん。一体、我が輩の町に何が起きようというのだ。我が輩の町って言ってるよ、ロロンドさん。ねえ。みんなの町やね。ねえ。なになに？あ、ロッシー？ロッシー？戦闘のあれがついてる。ついてるね。ちょっと一回話しかけてみる。そうやね。ちょっと道具収めてから。これどうしようか。メルキドシールドを置いてからにします。まあ、いっか話そうか。モズベ、やっぱり来る時が来たな。さっきの血響き。メルキドの守り神ゴーレムが目覚めたんだ。どうやらな、まずはゴーレム本体じゃなく、ゴーレムの配下の魔物が迫ってるみてえだな。勝てるかはともかく、魔物たちを倒さなきゃ町に未来はねえ。さあ、最後の戦いの始まりだ。どうだ？戦いの準備はできてるか？まだかな。いいの？ここ大丈夫？メルキドシールドを使わなくて大丈夫？あの、ザコが来るって言ってるだけやから。じゃあ大丈夫か。お。あ、モズベイ。お前はどうして守り神だったはずのゴーレムがメルキドを滅ぼしたと思う？人間の欲、傲慢さ。それがメルキドの神、ゴーレムを怒らしちまったのさ。嘘だよ。ゴーレムが滅ぼしたのはメルキドじゃねえ。メルキドにいた人間なのさ。ゴーレムは壊れちまったわけでも、魔物に操られちまったわけでもねえ。きっとメルキドを守るためにメルキドに住んでいた人間たちを滅ぼしたのさ。ま、続きは生きてたら話してやるぜ。とにかく今はやってくる魔物を
ケチが済んだら変身。変身？いや、変身しそうやな。ライダーやったらそこで急に変身して戦いに行くでしょ。メッシは結構謎な人だよね。メッシはあの敵のライダー、最初の方敵やけど途中で仲間になるライダー。なるほど。嫌われ者やと思わしといてね。実は裏では街のために頑張ってたみたいな、そういうライダーです。いいやつよね、すごい。大丈夫かな、モズベさん。そこにいるよりはモズベさん真ん中に行った方がいいんじゃない。モズベさんおとりでしょ。おとりおとり。そのブロックに、手前のブロックに乗って上に乗ったら、手前のレンガの上に乗った。あ、それでもいいよ。よし、なんか置いたな。おいでおいで。ガンガン来てる。キメラはね、巻き虫みたいなのでダメージ受けないけど、炎で焼き殺せるんで。おいでおいで。だいぶ楽じゃないですか。モズベイさんが多分、あれね、気をつけないといけないのは、でかいやつやな。ああ、あいつね。あいつ好きやね。来るでしょ。みんなが来てくれるからね。モズベイさん、鋼の剣にしとこう。さあ、楽ですよ。見てるだけ。まがまがしい石像が守っているよ。そんなことするから、あれやね、やっぱ、あかんかったんちゃう。科学の発展は必ずしもね、自分たちの身を守るものだけではないっていう理念ですよ、これは。そうですよ。もう、あいつ出てきちゃう。あいつがなかなかね、なんか、行ったり来たりしてるの。ちょっと暑いから、暑いの苦手なんだよね、みたいな。来なくなったね。頑張れ。あと金がいっぱい落ちてる。金と包帯が。そう。ああ、じゃあ、じゃあ。まあ、当たりに行ってるし。モズベさん、それ真ん中は火当たらないからね。わざわざ当たりに行かんとこに。魔物の分断を倒した。フェーズ2来るよ。フェーズ2。ブラウニーさん。全部壊す。全部壊す。全部壊すから。壊すからね。壊せない。壊せないよ。壊す言いながら。全部壊す。全部壊す。壊せないよ。壊せないよ。あれなんか。壊せないよ。壊せないよ。かわいい、みちゃん。壊せない。全部壊す。壊せない。キメラの分断が、また来たかな。もうあいつらは、そいつらほっといて大丈夫。ね、ユウちゃんにもなんか、あるね。キメラがそっち行かれるとダメやから、モズベさん直撃を食らいましたね。あ、来た来た来たぞ。倒して、あいつを近寄らせてはダメだ。ちなみにモズベさんはすごい武器を手に入れたんじゃなかったっけ。なんだっけ。あ、爆弾だ。あ、これロロンドやった。あー、まずい。あ、来るぞ。あ、どこにここに。よし、危ない。いいんじゃない。ドーン、いいね。うわ、でもなんかだいぶ悲惨なことになるよ。いいよ、今段差があったから、段差でなんとか。あ、そこら辺壊されてる。行く。あー、まずい。壊されてる、壊されてるぞ。街が壊されてるぞ。ゼロだ、ゼロ。ロテスが叶えてる。ロテって言うな。あ、死んでる、死んでる、え、死んでる。ハゲと雪のヘとロロンドが死んでる。あー、でもよかったね、そこ上映機集めに作っといて。いや、大丈夫やけど死んだよ。大丈夫。あ、大丈夫、よかったよかった。復活した。復活したね。うん。ちょっとさっき直しに行った、修理。うん、修理行こう。おぉ、びっくりした。おぉ。火が止んだ間にね、取りましょうね。あ、ここやね。ここね。
ゃうよ、モズベさん。そこ石垣だよ。え、そこモズベさんは鳥頭だよね。もうすぐそこ2個置かないとダメだよ。あー、ポンポンって。角だから、そこ。うん。ポンポン。自分で作ったんでしょ、そこは。で、そこは3つ、角に3つね、トゲは何億でしょ。うんうんうん。ね。うん。そこしかないよね。うん。でね。ね。はい、トゲワナ、そこと、ね、そこ でトゲワナ、うん、ちゃんと置いたね、またイラってするよ。あ、はい、で、その石ね、もう1個持ってるでしょ、モズベさん、うん、石、石、それ、石垣を角に、その角のトゲワナの角に、まあ、そこでもいいけどさ、うん、ちょっと違うけどね、さっきの。違うかな。うん、いいよ、誰も気にしてないと思うから何事もなかったように復活してた、わら。ね。本当に、町の人たちはね、死んだふりが得意やから。本当ね。もう俺たちはダメだ。モズベ、あとは頼む。なんかさ、踏まれるとかは全然考えないのかな。どうなんだろうね。あら、でもなんか誰もマーク、あ、またロシー、バトルのゲストが。ロシー。ちょっと話しかけてみようか。そう、メルキドシールドね。メルキドシールドね。ほんといらないものは。キメラ。キメラの翼を全部、あれだけしよう。絶対そんなに飛ばへんと思うで、ね、27回。ね、あ、一生分や。よくあるよね、ドラクエとかでね、キメラの翼99個買っといて、そうね、絶対クリアするまでにそんな使わんやろみたいな。うん、娘、よく、マグロたちの攻撃を防ぎたじゃねえか。まだまだゴーレムの配下の魔物がこの町に迫ってるみてえだ。ほら、ワクワクすんぞ。どうだよ、モズベ。次の魔物を迎え撃つ準備はいいのか？はい、大丈夫ですよ。メルキドの守り神だったゴーレムが、どうしてメルキドの人間を滅ぼしたのか。それをな、それはな、モズベ。ゴーレムが、人間こそ、メルキドの敵だと判断したからなんだ。お前も何度か言っただろう。大きい槌の里の向こうのあの壊れた城に。はい、盗んできたね。世界が闇に支配され、竜王の軍団がメルキドの町に迫った時、人間たちは最後の力で城塞を作り、シェルターとしてあそこに立てこもった。閉鎖された城塞で長い間暮らすうちに、人間たちは最低の争いを始めた。限られた食料を奪い合い、些細なことで憎しみ合うそのありさまは、まさに地獄絵図だったって話だ。そんな時だった。守り神だったゴーレムが人間を襲ったのは、おっと、話が長くなっちまったな。さあ、ゴーレムの配下の魔物たちのお出ましだ。負けんじゃねえぞ、モズベ。おめえの命を取るのは俺なんだからよ。どうしてもさっき変身。なんで変身？でもさっきね、ロシここですげえねブルブルしてたの。しゃあないわ。あ、持って帰る、来てるよ、モズベさん。やばい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 。あ、ガンガン壊してる。壊されてる壊されてる。やらされてる、やらされてる。おいでおいで。幼稚園児か。いやでも手遅れになる前でよかったね。よかったよかった。もう前半からこいつが来てるってことは、あ、本当にやばい。フェーズ1なんでここだけやね。ちょっとあいつ突っ込んできたらメルキドシールド置いたったらええんちゃう。ほんとね、使ってやろう。スーパーメルキドシールドでおりゃ突っ込んでくるの。置いただけ。あ、突っ込んできた。はい、飛んできた。ジャンプしてきた。ジャンプしてきた、ジャンプしてきた。やば。メルキドシールド、早くも終わり。あいつ効かんわ。
あー、ひよってるひよってる。チミひよってるよ。あいせい。あー、やべモズベがやべ。まずい、まずい。頑張れ頑張れ、バーガー食べよ。何やねんその攻撃力を上げるバーガーを、うん、ちょっとじゃあハンバーガーでも食べようかなみたいな。おその段差使えるね。そいつが突っ込んでくるの、突っ込んでくるのうまいこと近めに誘導して、あみんなが町のみんなが手伝ってくれてるよ。また見出しなんじゃない。よしピョッとピョッと壁壁あいや。えっ何やん、やばいやばい、攻撃せえよ。はいはい、みんなが戦ってると後ろが背中がガラ空きなのに、だぞ傷薬塗ってる場合じゃないよ。はい頑張れ頑張れ、もうちょっともうちょっと、あゼロだ、もうちょっともうちょっとゼロだ、よしゼルダみたいに言うの。オッケーはい、出した。ほらやっぱロシおらんやん。今度は誰もロシ変身してるからだって。ロシ変身中やで、今変身してんの。そうやで、ウルトラマンもだってね、あれいなくなるじゃないですか、変身してる間。あるけど、だって、その変身した後いないじゃん。ロシ変身した後、ね、いないよ。もう話しかけんの、うん、まだ街の修理も終わってないのに。ほんと。一回ちょっと待って。なかなかやるじゃねえか。よく、ゴーレムの配下の魔物を追い払ったな。だが、魔物たちはまだまだこの街に迫ってきてるみてえな。どうだモズベ、次の魔物たちと戦う準備はできてない。できてない。そうだよな、できてないよな。できてない。モズベさん、じゃあここで一度シェアプレイを更新したいと思うぜ。それではモズハヤ名物のシェアプレイの更新タイムだ。2分ほどかかりますのでお待ちくださいケロ。じゃあ休憩でーす。休憩でーす。
ゆっくりお茶を飲んでるマスベだよ。もう夕方だからそろそろベッドに戻って寝ようかな。話しかけんなよ。間違えた。ドロンドに話しかけんじゃねえよ。そしたら間違えて話しかけた。さあということでね、再開ですけど。はい、進みますね。はい。先に直そうね、街を。そうだね。修復してからだね。うん。そうやってね、その一度脱いだ服をすぐ畳まないから部屋が散らかるんだよ、モズレさん。あー、いやー、まあわかるね。その気持ちはわかりますかも。モズレさん、ベッドの上に脱いだ服めっちゃ、あれでしょ、積み重ねていくでしょ。いや、そういうタイプじゃないよ。ちゃんとクローゼットの上に積み重ねるタイプで。あかんやんか、積み重ねたら。はい、ちょっとしよう。もう急いで、急いで。はい。こうあれみたいに、餅つきみたいな。さあ、餅つき状態でお送りします。はい、はい、はい、はい。お、1個足らんな。どこしようかな。なあ、1個行方不明になってるわ。どこだ？作っとく？どこ落ちてるっぽい。あ、そういうふうにサソリのトゲ？いいですね。か。どこ落ちてんのかな？うん。ああ、びっくりしてた。ないですね。もうなんかその、トゲ穴どっかありそうだから。そこ一面に、うん、そこ一面にトゲ穴置いといたら。そうやね。足の踏み場ないぐらいに。ああ。でけえやつはほら、そんだけ踏むスペースもでかいから。あいつらねー。トゲ穴。トゲ穴、あったあった。どんぐらい作れる？お、99個作れる。99個か。まあ、カバンに入ってるし。モズベさん、カバンに、あ、もう、拠点を狙うモンスターが。え、もう来た？現れてるけどよ。うん。いや、もう雑魚ね。よいしょ。はい、イランモン直して。はい、イランモンね。あれ？はい。トゲ穴もなんかどっか行った気がする。あ、当たった。こんばんは。そう。こんばんはですけど。こんばんはー。ごゆっくりしていかれてください。はい、あと1時間、ね、あと1時間弱、うん、1時間弱じゃない1時間今日やってますからね、のんびり見てってくださいね。全体的にこうやっていこう。よいしょよいしょよいしょ、うん、もうそこにあれちゃう、そのトゲ罠でモズベーって字書いといたら。絶対意味ない、絶対意味ないよこんなの。モズベーのメルキドって。よいしょ。最近あれだよね、なんか実況で結構早乳さんは声を全部担当するようになったよね。私がちょっと演技力がないと、ね、乗るからね、うん、うん、モズベさんの棒読みが好きだっていう人がいたら、うん、あれよ、モズベさんも全然棒読みしてくれていいんだよ。いやー棒読みちゃんとモズベさん、どっちが棒読みかの勝負する。お、ロッシュおるよ。もうだいぶいいんじゃないんですか。壊れたかな、どこ。いや、別にいいと思うよ、もう。プロキレがある。いいと思うけど、ただ、ちょっとモズベさん今日別のプログラムを用意してるんだわ。なんでしょうか。毎回あれなんですよね。ね、私と打ち合わせが一切ないんですよね。何、うん、ですか、うん、当たり前やんか。モズベさんだって打ち合わせしても段取り無視する。これをね、うん、モズハヤをよく見てくださる方ならわかると思うんですけど、大体ね、事前にね、ますかな、そうそう、修理しないでねって言ってるのに修理してたりとかするんだよね。多いですね。本当に人の話を覚えてないし聞かないしすぐ忘れるから。ねえ、そうなんだ。打ち合わせなんか無駄なんだよ。で、はい、話進めていいですか。どうぞどうぞ。あのね、このメルキド周辺にはね、うん、ドラゴンがね、3体いるんです、実は。なんかツイッターで、はやにえさん今日ツイートでさ、うん、ドラゴンを倒すとかなんとか書いてたけど、それ？うん。なんやねん、ドラゴンってって思ったやろ。うん、思った。そんな話あったかな。あとそのメルキドシールド回収していて。そんなとこ、最終奥義の武器をそんなとこに、後ろ後ろ、モズベさん。後ろ。メルキドシールドそれ。丸で取れるから。あ、丸で。丸ボタン押したら、ほら、そうそう。もう置いたり、設置とね、外すのがお手軽なのがメルキドシールドですから。で、モズベさん、メルキド拠点からね、左、西、西南西かな。西南西。
そっちやな。こっち？うん、そっち。西南西。そういえばみんな恵方巻きは食べました？左の方行ってるわけでさ。左。その、あれやね。登っていかなあかん感じやな。ああ、そうなんですね。面白い。その、とりあえず海沿いに。あの、ドラゴンが3体いて、そのドラゴンを倒すと、レアアイテムをゲットできるっていうね。へぇ、そうなんだ。え、レアアイテム、素材とか？キメラがめっちゃ多い。素材とか、まあ、レア株とか。へぇ。レアアクセサリーみたいな。今日は、ドラゴンと殺し合いをしてもらいます。したんか。いや、ちょっと、バトルロワイヤルの、ビートたけしさんのモノマネをしたかったんやけど似てはなかったわ。そんな似てなかったね。この声じゃ無理やな。これじゃ無理や。いいね、それピョンポン登っていけるんちゃう、ね、うまいこと。よいしょ。うまいうまい。おー、いけたいけた。そっち行かんでいいで、右に行くから。あ、モズベイさんはね、果たしてドラゴンに勝てるのか。そのまままっすぐやね。いやー、ちょっとウィッチャー3でね、鍛えられてますんで。あ、いたぞー。いたなんだ。いたねー。すげー遠くからでもわかるやん。おー、ほらもうキメラもガンガン来てます。はい、どすこい。あー、ただモズベさん、この距離であんだけでかいってことは相当でかいよ。か、大丈夫かな。鋼の続きは大丈夫かな。うん、行くか。まあでもほら、モズベイさんには最強武器、魔法の玉があるでしょ。あー、これね、魔法の玉。それ。もう45個しかない、気づいたら。いや、また作ったらええがな。そっか。爆弾岩を、あれでしょ。よいしょ。じゃあ、落ちていこうか。あ、いた。うん。じゃあ。まあ最悪ね、あれ、命の木の実は使ってでも。そうだね。いけるようにね。ちょっと、最初に。かな。じゃあまずね、ドラゴン3匹討滅戦いきますかね。1匹目です。ラウンド1。はいはいはい。どっこいしょ。あら。スカスカ。よいしょ。あら。ハッパカって言ったっけ。モズベさん、モズベさん、ちょっと待って、夜になってるから。あー、始めてしまった。戦闘夜に。やばいです。まさかの夜に戦闘を始める。はい、来ました。はーい、よいしょ。おーまい。いい感じに、うえーい。びっくりした、今のびっくりした。ちょっと予兆怖くない？あ、正面が危ないのは分かったね、うん、もう。まあまあ、じゃあ読めますね、この人。側面も危ない。突っ込んでこないから助かりますね。意外にモズベさん、爆弾なしで戦えてるね。そうだ、爆弾の、わ。爆弾の存在忘れてたんで、使いましょうか、じゃあ。はい。ドン。結構減りますね。おお、自分で爆弾を。あ、爆弾をね、自分で爆発させるっていう。イエーイ。さあ、もうどんどん埋めていこうよ。これね、実は爆弾を使うとすごい楽に倒せるんですね。やったー、倒した、はい、早いね。楽勝やないですか。なんかおるね。はじ、あ、お、初めて宇宙にソファーを手に入れた。宇宙から出てくるもんなの。帰ろう。行かなく。え？ドラゴンから。ピラミッドの宝探しもしてほしい。ほら、ピラミッドの宝箱。なんだっけ？この間ね、モズベさん探したけど見つからんかったのね。ああ、そう、見つかんなかったやつ。もう今だったら全然いけるかもしんない。いや、何が変わったんや、お前の中で。この間見つからんかったのに。はい、じゃあとりあえずね、一匹目撃破で。あれいっぱいいるんですか？あれ、あと2匹います。わーい。これ、できた。もう、早速、ピリンの部屋に置きましたね。うん、お、なんかおる。ピリンが寝てるのをソファーで見つめるモズベ。気持ち悪。ずっと見守ってるよってね。なんなの、そのピリンとの謎の、あれは。ね、恋愛感情は。なんかね、すごいわがままな女の子ってすごい追っかけたくなるタイプですね。なんか、気になって、しょうがない。いや、君相当わがままやと思うけど。ルイは友を呼ぶってやつじゃないの？絶対こう、どういう、なんて言うんだろう、育ち方してるんだと思って、すごい気になっちゃう。うん、どうかしちゃう。そうか。あ、累計墓地数
1000人超えました。ありがとうございますけど。気づいたら、ありがとうございます。早いですね。うん、はい。1時間で1000人突破です。ねえ、気づかなかった、全然。さあ、じゃあこの勢いでね、ドラゴン2匹目。え、行くのまた。行きますか。ドラゴン2体目もいるの？いや、行くよ、そら。2体目ってもしかして、違う祠にいるの？うん。そう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 。察しがいいね。青の祠に入ってください。はい、行きましょう、行きましょう。ちょっとね、多分遠出するから、カバンの中開けていって、家を作る準備をしてもらいたい。今日も仲良く3人で。ね、ケーキがいいってね。このっぽいですね。よいしょ。あー、これは作れる。メルキドシールドも直しといたら。ね、あー、なんかお腹すいた。なんか、お腹すいた。どうした？何しに来たのそこ。キメラの。なんでキメラの動画作るの？だってもう。もういらんって、そんなに。29個も。いやいや、作っておいた方がいいじゃないですか。持ち物がね、減らせれるから。今、もう現在今、あと1個しか入んないから。ちなみにもう一個言うと、モズベさん、次のステージに持ち越せないからね、相手。え？そうなの？このステージ使い切りですからね。ちょっとそれ困るなぁ。さあ、はい、青の祠来たよ、ね。ここ、青の祠って、ずっと奥まで行くと城塞があったでしょ。ありましたね、お城 ね。うん。とりあえず城塞を目指してくださいけど。行きましょうけどね。もうケロ言うなよ、お前は。え、でもなんか、ハヤニさん、最近あれじゃないですか？ケロをすごい忘れてきてるよね。忘れてないケロよ。ハヤニはカエルケロよ。カエルがケロケロ言わなくなったらもうそれは、何なの？何なの？カエルじゃないでしょ？いや、まあ、ハヤニさんですからね。今、モズベの妹が頑張って、ハヤニさんの絵を描いてますよ。あ、新作ですね。新作ですよ。俺も言ってたよ。ちょっと、ハヤニさんの顔が変わることが。よいしょ。もう、カエルであることをハヤニが忘れてしまったら、それはただのボイスチェンジャーを使ってる、おっさんやん。おっさんになってしまうやん。おっさん言うなやん。ハヤニがおっさん言うのはいいけど、モ、うん、ズベイがおっさんって言うんじゃねえ。いやー、おっさんでしょうに。しんないけど。さあ、モズベさんがね、登りにくい土を置いていたのがよくわかりました。本当ね。次来た時も、登りやすく置くのがやっぱりプロですよ。そうですね、プロのビルダーですよ。なるほど。階段はね。階段大事。階段。あ、うなぎが食べたい。なんでうなぎの話になったんや。うなぎ食べたくないですか？最近。誰やねん、うなぎの話。毎日時刻のドラクエ。つぶつぶの岩初めて気に入る。これはね、普通のドラクエじゃなくてね、うん、ドラゴンクエストビルダーズって言って、マインクラフトってあるじゃないですか。3D のね、ほう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 、ブロックとか置いて物を作っていく。ドラクエのマイクラ版みたいな。そうだね。まあまあ、ドラゴンクエストのキャラを使って、そうそうそう、マインクラフト風にやったらどうなるかみたいなゲームでね、すごいいろいろ物が作れたりして、面白いですよ。マイクラとのね、一番の違いはストーリー性があることかな。ストーリーモードが非常に面白いですね。そうですね。うん。よいしょ。よいしょ。最近ね、横にブロック置けや。なんでそんな登りにくい登り方するの。一回一回壁に頭を打ちつけながら登っていくっていう謎のスタイル。で、またそこに置いたらあれやろ、次来た時にそこ通られへんやろ。ほんと、いやいや通れへん。ほんとに後先考えねえぜこいつ。そう、きっと大丈夫だよ。あ、最近マインクラフト何が大丈夫。マインクラフトはね、もう本当に人気がありますからね。そうですね。モズハヤもね、マイクラ動画は撮ってるんですけど、ちょっと、ありきたりなのはやりたくないなって言って、うん、5分マイクラっていうね、そう、5分だけのマイクラ動画を作ってたんですけど、ね、現在ね、5番食らってますからちょっと見れないんでね、ぜひ復帰をお待ちくださいけど。結構あれはショックだったんじゃないんですか、ハヤニエさん。だってあれ、撮ったんだって1、2時間ぐらい撮ったやつを5分にギュッと濃縮してるから、うん、
ねえ、大変だったよね。何、ショックのくだりは何？5番の話。まあまあ5番もあるし、なんかその、頑張ってなんか編集したのにさ、全部それがなしになっちゃうんだよ。うん。うん、いや、まあ、そうね。5番がショックやっていう話をしだしたらさ、うん、毎回配信で言わなきゃいけなくなるから、もういいよ、そのくだりは。じゃあ、なんでその話をずっとすんのよ。まあまあでも自分たちはフレッシュがあるからね。そうそう。主にね、愚痴配信は深夜にやってるグランドセフトオートとかでね、うん、そうだね、やってますから。深夜は愚痴、愚痴生放送にしよう。いや、愚痴ばっかり言ってるわけちゃうわ。後ろついちゃったよ。そうそう、YouTube のね、うん、今めっちゃ流行ってますけどね、赤番を食らってるからね。うん、異議申し立て中だよ、もちろん。ちょっと、返事が遅いからね、YouTube は。ね。めっちゃほんで、1月2月でね、1月2月っていうか、秋口ぐらいからすげえ5番が多くて。多いですね。そっちじゃないな、モズベさん。今ちょうど後ろの方やと思う。え、そうなの？あそこ、洞窟があるよ、モズベさん。何、なんかある？洞窟、洞窟。潜ろうか。だね、異議申し立てのね、連絡もすごい多いみたいで、ちょっとね、返事が遅くなりがちですね。大木槌やで、ただのそれ。話されへんよ。動いてるから。全然攻撃してこない。敵やで。あ、なんか、なんか、ありそうな。そこを立ててるから、あれかな？それだけのことかな？それだけのことなんかな？うん。わざわざ暗くなるよ、何もないね。何もないもん。帰ろ。よし。拾っていけや。ちょっと待ってや。壊した鉱石はちゃんと拾ってきなさい。後で使うかもしれないんだから。爆弾使って壊したのに拾っていかへんってどういうことやん。よいしょ。ほら、傷ってなんでこっちに来たのやろ。まあ、なんかあれちゃう？レベル？人間の友達なんちゃう？レベル的な問題。レベルないがな。なんか強そうだから、レベルないでしょ。こいつは、みたいな。ちょっとハンター、ハンター的な問題？モズベさんが舌を使ってるとか、ね、うん、ちょっと強くなったんじゃない？じゃあそれでいいよ。なんなんそういうの。その上登ってモズベさん、その崖上登って、ね、うん、そのまま、そのまままっすぐ行こう。まっすぐまっすぐ、そうそう、頑張れ。あ、なんか今確実にバグってたよ。そっちやな、そっちやな。なんか変な感じでカクカクって登ってね。ちょっと右向けて、画面カメラ右向けて、ででではい、そのままそのまま、まっすぐ、え、怖っ。あ、はぁ、あ、もうすぐカメラの向き変えるやろ、こいつ。カメラをまっすぐ、モズベさん、カメラの向き変えたらすぐ迷子になるやろ。あ、いた。あ、ほらほら、おったおった。いたけど、その辺にじゃあ家を建てよう。お家を建てよう。あ、来たぞ、うん、ほら、揺れ揺れ来たぞ。来た来た来た。あー、やめなさい、ちょっとスコップで掘るのはやめなさい。スコップで。スコップを掘るんじゃないもん。スコップで物を掘るんじゃない。はい。いい建てよ。建てる、建てる。よし、じゃあこの。はい、つぶつぶ岩でいいから。つぶつぶ岩でね。もう簡易的なお家でいいからね。まずは敵のいる方にブロックを置くといいよ。あ、なんかおる。この、これなくするようにね。もう。倒せ、倒せ。よいしょ。お、だいぶ。3分の2くらい削れた。よし。うん。鋼の剣だからね。うん。よし。で、あとは。もうそろそろでもね、その、牢屋の扉もなくなってきたね。ねえ。松明は手持ちにあるよ、もう。松明はあるんで、あと別だね。うん。野宿場所作成中です。撮影中です。あ、わらベッドがない。撮影中ってない、作成中や。撮影中です。わらベッドさっきあんな作ったやんか。どこへ行った？あらあらあら、上上上上。てんやわんやか。いやー、いつも騒がしいね。なあ、うん、まあ、よくね、人からはイライラするって言われるね。知ってるよ、ね、みんな思ってるよ、多分。あれかなって思って、更年期かなって思って、死ねよ。あ、なんで、なんで更年期やん。よくうちの母親と。桜みなみじゃないんだよ。ね、伊藤麻子さんじゃないんだからね。
みなみなんだかね。イライラしてね。はい。いたよ。いたよ。寝起きに。まだ寝てますけどね。お寝坊さんのじゃあ。なんか、ドラゴンさんを倒しに行きましょうか。あいつおるやん。ここいっぱい小麦が生えてるから。小麦もいっぱい収穫できそう。ねえ、パンが作れるよ。うん。どっこいしょ。てかね、みんな、もうちょっとしたらバレンタインデーですよ。あ、でっかいのがおった。あ、急にその話した。うん。なんか急に思い出す。そして終わったらもう、バレンタインの話は。終わった？あ、ねえ、みんな何作る？自分すごい悩んでるんですよ。普段作んない。みんな何作るって、バレンタインやからチョコレートやろうな。なんかほら、いろいろ種類があるじゃないですか。お菓子会社とかさ。でか。あのね、でも、市販のチョコを、あれよ。溶かして固めるだけのものは手作りチョコって言わないんだよ。いや、自分そんなことしませんよ。去年なんかね、ちょっと凝ったやつ作ったんですよ。教えてあげましょうか。じゃあちょっとドラゴン叩きながら教えてあげましょう、ね。これ、ああ、殴られとるんけ。やばいやばい。ほらやばいやばい。移動しにくいからそこ。めっちゃ移動しにくい。移動しにくいからやばいで。はいて空中に危ない危ない。わわ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 、あ、なんかいっぱいおる、なんかいっぱいおる、なんかわー、どんどんめり込んでいってるね。えどんどんめり込んでいってるよ。あおお、さあもうアクションゲームですね、これは完全に。ゼルダか。さあと 2発ぐらいかな、2発ぐらいかな。どこ置いとんねん、どこ置いとんねん。よし、あと1発。よし、当てちゃった。いろんな土ばっか取れ。よし、なに次は、はい、お、なんか、中入っていっちゃったけど、釜なんか、うん、そのパンパンになったからちょっといらん土とか捨てましょうか、ね、整理して。よ、捨てよ。なんだかんだもう喋りながら倒しよるね。ねえ、じゃあ、モズベさん、あの、次に倒しに行くドラゴンは、あれな、もう、魔法の玉なしな。あ、ほんと？いいですよ。うん。ちょっと、縛るわ。オッケーです、オッケーです。やっぱ、こうじゃないってね。真剣さが、ハングリーさが足らないから、モズベさん。せっかくの素材を取らずに買えるみたいなね、うん。マイクラとかこういうサンドボックス系のゲームでね、うん、やっちゃいけない行為をしたから。そうなの？うん。なるほど。じゃあ、あれだよ。動物はね、自分たちが食べる分しか殺しはしないんだよ。ほう。人間だけなんだよ。ほう。食べる以上に殺すのは。初めて暖炉を手に入れた。帰ろ。ちょっと待ってや、お前。あ、素材を取って帰りなさいよ。土はいらん。土はいらんが、せめて小麦は。小麦はいるね。小麦と石は取って帰りなさい、その石炭かなんかは。なんかね、よく最近言われるのが、年齢と頭が、性格が伴ってないってよく言われるんですよね。頭なのか、性格なのか、どっちやねん、両方か。ねえ、言われるからね、やっぱ、まあ、モズベさんは20代前半ですけどね。そうですね、20代前半だけどね。普通の、ね。頭の中中学生ぐらいでしょ、今。うん。あ、でもね、精神年齢はね、よくね、必ずね、40歳代を超えるんですよ。うん、ちょっと年老いてるのかな？意外に考え方は老けてんのね。そうそうそう。思考能力は中学生並みやけど。悲しいよね。いいよね。余計やの、お前。そう、なんかね、毎日。そんな感じやから、ローランに似てるって言われるんやで。毎日ね、なんか、お前は幸せ者やのってよく言われるんですけど、考えてることはあると思うんですよ、多分。考えてることは、おそらく。でも基本的だいたい、ご飯食べながら深夜食堂のドラマを見ながら、ご飯を食べるのがすっごい幸せなんで、全然大丈夫。話が飛びすぎて結局何が言いたかったのかわかんないけど、ね。ああ、なるほど。なるほど。モズベさんのよくあるやつね。そうですね。いろいろ話をしてるうちに、最終的に自分がご飯を食べてるときは深夜食堂を見てるっていうトークで終わったね、今。うん。基本それで幸せなのかな。どうなんだろうね。まぁちょっと荷物じゃあ整理しましょうか。暖炉も手に入れたでしょ、今。暖炉はやっぱ、
どこに置こうかな。ここに置く？お、そこ？そこがいいよね。ね。なんかいい感じ。レストランに置きたいね、レンガレストラン。どうしよっかな。うん、なんかキッチンないしね。ここに本当は置けたらいいんやけど、置く？そこに暖炉置く意味ってある？機能的に。でもやっぱここよね。そのカウンターの中に暖炉あるって。なんかちょっと気になる。まあまあ、そこに置くの邪魔じゃないか。あ、後で直しましょうか。ね。仲間がいますよ、モズベイさん。あのね、最近なんかモズベイさんに似てるっていう人いらっしゃいますよね。そうなんです。あの結構ね、DM とか、うん、ね、ちょっといただきますよね。あのモズベイさんにね。はい、ねもあのすごいあのモズベイさんに似てるって言われるんですっていう方とね、最近ちょっとおしゃべりしてたんですけど。そうなんですよ。そんなちょっと多分ね、あの総じてバカっぽい感じなんだと思いますよ。モズベイさんに似てるのって。ね、2回ご飯出たらしいよ。あ、さっきね喋っててね、いやちょっと気づいてたよ、うん、あ、2回ちょっと行っちゃったと思ってしゃーないわ。もう行くの？もずべえか、うん、ええんか。行こうよ。ダンのあのあんなぐちゃぐちゃな置き方でええんか。ダンのちょっとやっぱちょっとね、ダンのあの位置おかしいって。ちょっと1ブロックおかしいかな。もちろん1ブロック左でしょ。今日も女性陣は作ってもらってるね。ありがとうね。そこのがいいんじゃない？ね、ほんならこれ乗かしたらいい。それをワンブロックずつ、ワンブロックずつ左やな。そのテーブルとか椅子。ね、初見です。こんばんは。またやりましょうか。とりあえず。こんばんはでーす。あ、ハマチさん、はじめまして。よろしくでーす。お願いします。あ、もうそんなことええか、まずで、うん、あの、直さんのかい、レンガは。レンガは。何？レストランのとこは。一個ずつずらさんのかい。そのままぼかしてから、そのまま先に進もうと思ったの。それはやりなさい、先にも。あの、よくね、はい、すぐ終わんねんから。連絡とかもね、こうしてきてくれるんですよ。あの、遅れんようにねって、こう生配信5時だからって。だいたいあれですよね、私遅れるんですよ。1分とか過ぎちゃって。まあまあ、なくて。1分どころちゃうわ、今日4分遅れたの。マジやぜ。何勝手に4分を1分にしてんねん、お前。だって1、2分ほど遅れると、LINE で、あの、ツイート見た方わかると思うんですけどね、こうパンダのあの、走ってくるんですよね。あの、楽天パンダのやつで走ってくるんですよ。そうそう、もう、前から走ってくる。面白いです。今日も送ったよ。面白いちゃうねん、お前。まず遅刻してごめんなさいの精神を養い。ねえ。あ、できたよ。できた、できた。うん。まあまあ、先よりいいんちゃいます？しゃ。あー、ケッパー。まさか、仕掛けんな。あー、ケッパー。ちょっと送っていいから。そうやね。いい、もう、それ読まないから。そう、はいを押さないようにね。はーい。あー、ケッパーそっちか。喋るだけなの。びっくりしたわ。爆弾。はい、じゃあ次の。作りますね。爆弾作られへんよ、モズベイさん。あ、爆弾石がない。さっきマックスまで作ったやないか。爆弾今、倒しに行ってないでしょ。次、赤です。赤です。はい、行きましょうかね。そのモズベイさんが段取り組むとさ、うん、何にも成立せえへんよね。あれするねって言って、でけへんじゅうてんねん。流れを。よくありますけどね。あるあるなんです。だいたいみんな、あ、みんな早いねさんが怒ってる。だいたい怒ってる。そうね。うん、ピラミッドまで行くやないですか。ピラミッドね。とりあえずピラミッド方面ね。ああ、あの先、それとも中にいるの？ドラゴンって。うん、中じゃないな。ピラミッドまでとりあえず行った方がわかりやすいかな。なるほど。行ってみようかね、じゃあ。うん。あの、これね、配信見てる人ももし。うん、そのドラゴン見つけてないよっていう人がいたら、はい、そういう風に行った方が分かりやすいでしょ。行こうね。うん、まずピラミッド。そっちまっすぐ、右の方。右。で、そっちまっすぐ。あっちか。あれね、光ってるね、ちょっと。うん、いやー、いいですね。そこは多分下渡れるとこ。うん。ジャブジャブ。海って怖いよね、海。海怖くない。何の話やん。海の何が怖いんや。一応聞いたのは。なんかそれ倒しもずべさん、ああ、ヘビ、ね、ヘビハンマーちゃんは、なんか、ハンマーのあれもらえるから、トゲトゲ。よいしょー。材料。ああ、いろいろ来た。いろいろ来た。来たな、いろいろ。さあ、置いていこう。で、そっから右。右。右。
あ、ちょっと登ってくる。90度右ね。痛い。登らなくていいよ。痛い痛い。90度右に向かってください。90度右。そっちにまっすぐ行ってください。はーい。右。もうそれで着きます。え、着くの？そこも登るね。うん、おっと。登ります。よいしょ。さあ、うまいことね、登ろうね。うまいことね。怖い怖い怖い。後ろなんか迫ってる。下でめっちゃ魔法が、メラの音が聞こえるよ。めっちゃ怖い。わー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 。やばい。あー、やばいやばいやばい。あー、よかったよかった。なんか隠れれてるっぽい。うん、壁が。壁が守ってくれてるね。よいしょ。そこ壊したら、火飛んでくるやないか。なのが。ごめん。よしよし。はい、よしよしよし。はい、ジャンプ、ジャンプ、よし、もう一回ジャンプ、はい、登る。そうか、あれか。よいしょ。よいしょ。どうすんねん、そこ置いて。そこ置いてどうするんねん。こう行って、よいしょ。こう行って、壊すんやないか。何をしたいねん。これや。水苦手。水族館を。ね、こうでしょ？あ、水族館苦手って言ってる人がいますよ。あー、わかるよー。水族館。わかりますよ。私もすごい苦手ではないんですけど。苦手ちゃうんかい。モズベさんがその、海苦手の理由は何よ？いや、もともとプールが苦手で、ちっちゃい頃に、うん、水が苦手なのね、じゃあ。お姉さんがね、海っていうよりね。そうそうそう。お姉さんが、まぁ、ちょっと遊び半分で、大人のプールに無理やり入れて、溺れさせられたんですよ。ちっちゃい子。もうなんかほんと心配。結構ね、それをね、うちの親が怒るくらいだったんで、多分結構なことしたんじゃないかなと思うんですけど。うん。あ、そうやろな。そう。もうなんか全然。寝てる子供、寝てるちゃう。普通の子供を、あれね。落としたのね。そう、だってもう小学1、2年とかだった。モズベさんな、モズベさんな、あの、まっすぐ歩いてってって言ってんのにさ、ものすごいあっち向いたり、こっち向いたり向くからさ、明らかに今、ハエネが行ってほしかった方向に行ってないよね。ほんと？あ、でもいい。ただ着いたけどね。ちょうど朝や。ちょっとそいつ倒し。じゃあモズベさん、ここからは、ハンバーガーは食べてもいいけど、うん、魔法の玉なしで。はーい、オッケーです。じゃあ行きますね。じゃあ行きますね。さあ、始まるよみんな。あ、起きた起きた。あ、ちょうど起きた。起きたで。こいつ起きるんだ。起きるやつだ。ずっと寝てるんやつ。あ、やばい。はーい、たたたたたたた。わー。ね、この距離感を間違えて、皮膚に触ってダメージを受けるパターンがね。ね。あ、ちょっと。さあ、モズベさん、直撃よ。直撃いっちゃいね。はぁ。距離取れてないよ。やばい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 。よし。ちょっと、スライムさん、邪魔です。スライム平気やからな。強いね、あいつ。あ、ちょ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 。回転切り溜めながらでも、近くやと、ちゃんと避けれますから、ね。あ、そうなの？炎は、うん、移動ずっと背中でするから。回転切りをしながら、そうそうそう、しながらずっと溜めて近づくでしょ。うん、あ、ちょっとちょっとで、炎溜め出したらずっと横横横横横、そう、ほら避けた。で、撃つ、そうそう、ほら、避けれるから。あー、危ない危ない。さあ、3分の1ぐらいは撃ったよ。ただ、気を抜くとガンガンダメージを受けちゃうから、気をつけてね。あ、やばい。お、うまい。あー。ちょっと見余ってしまったよ。やーい。よいしょ。もうすぐ防具が壊れたりせえへんかな。やばいよね。ありそうで怖いんだけど。うん、はーい。いいんじゃない？結構、ちゃんとあれね、回転切り当てれるようになったね。いい、いいね。ペースがいい。いいですね。よいしょー。いやー、今納豆も食べたい。
食いもんの話ばっかりじゃないかも。はい、そんなこと言ってね。よいしょー。はーい、これで終わり。終わらんやつか。全然終わらんやつ。全然終わらんやつか。はい、これで終わりかな。よし。お。なにこれ。なんだでしょ、ね、竜の鱗。なんか、本当に。いいですか、みんな。リピートアフターミーですよ。なんだお。いや、感情がこもってるんだ、すげえわ。なんで自分の名台詞を棒読みするってどういうことや。はい、ちなみに、モズベさん、装備で。え竜の鱗って装備なの？あ、アクセサリーですよ。守備力が5も上がります。めっちゃいいじゃないですか。へー、家具って思ってた。ずっとピリンにあげようと思ってた。どんだけピリン好きやん。ピリンね、かわいい。さあ、なんやかんやであれね、討伐が終わってしまった。すべて終わってしまったね。あら、意外に早く終わったんで、じゃあね、まだね、実はやるべきことがあるんです。あるんです？うん。あるんです。大木槌の台所っていう。え、何それ？大木槌の。レシピがあります。へえ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 。台所。へえ。へえ、何？あのね、一回戻ろうか。戻りますか。あ、ね、まだあれなんですよね。お墓も多分開放してないんじゃないかな。そう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 。ね、お墓のね、クエスト受けてたけどやってないよね。やってなかったの、急いでて。ああいう系統のやつですね。へぇー。じゃあ、大木槌にまた話しかけいかなきゃいけない？うん、一回寝なくて大丈夫。一回寝ますか、じゃあ。うん。これ、ね、かわいいよね。あと、カバンの整理ね、モズベさんの。いつも忘れる。落ち着けや、もうちょっと。寝よう。今日はちょっと自分喋ってみようね、はい。はい。じゃあ、このタイミングで、モズハヤ平物ってね、名物の、モズベイさんの、シアプレイの更新の最後をしておきたいと思いますけど、はい、2分弱で戻りますので、しばらくお待ちください。はい、では、一旦休憩入りまーす。はい、さあ、モズベイさん。はい。はい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 。ちょっと今、あれね、宣伝のツイート、ツイートじゃないや。宣伝？コメントを書いてますからね。ああ、なるほどですね。
深夜24時からの配信もよろしくケロ。URL 省略、以下略。さあ、深夜もね、24時から、ハイニエ単独のグランドセフトオートのね、メインストリー配信もあるからよろしくケロ。クラセフは結構コメントが低評ですよね。低評ってないよね。好評じゃないのかいな、それ意味だったら。あら、低評定番低評ってないよね。低評価みたいに言うなよ、なんか。好評ですよ、ね。なんなの、あら。いや、結構コメント、あれですよ。うん、地味に、ちょっと傷ついてますけど、あれですよね。めちゃめちゃ、早にえ単独面白いって言われてるんで。ね。いや、気持ち入ってるもん、もう。いやいや、そんなことはないですよ、全然。いや、もっと。君もなんか、ね、コメント入ってきてたな。ちょっと頑張らないといけないなとは思いますけど。ね。なんか、マズベさんさっき、あれじゃないの？なになに？見つけてへんからな。ああ、今ね、各工房で。うん。あ、間違えた。ここで言いながら、どこ行こうとしてんの？バカだな、マズベさんは。違うんです、いつもね、他の住民の人が、ね、作ったらここに収納してくれるんですけど、ね、自分がちょっと作ったことないのを作ってて、装備展示台とかあるんですよ。これ装備品で、これ多分飾ることできるんかな？ねえ。とか、あと植木鉢とかね、なんかいろいろ作ってる。この前ね、バスローブかなんか作ってたよね。バスローブ？バスタブ。着るでしょ？バスタブでしょ？バスローブ作ってくれたってね。そうそうそう。ここ入ってない。バスローブあったらおもろかったけどな、ドラクエに。ちょっとやばかった。防御力1やろ、絶対。バスローブは。お湯を張り浸かることのできる遊具にね。それ使ったことあるの？あんね、どこやったかなぁ、うん。あ、地下に確か一回。どこやったかなってない。使ったことあるのか聞いて。地下にありますよ。そこで使った。ここで一回だけ使いましたよ。これね。あ、そうなの。入ることができるんです。服脱いでるやないですか、なんか貧乏そうななんか着てるけど見えへんやん。見えんのね。見せてくれない透明になったし全然見せてくれないんだけどこのプレゼンテーション能力の低さ全然見せてくれないじゃん。どうしたん？もうええよ。あーほらほらら入れたよ。遠い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 。近づいて近づいて。見えへんやん。やっぱ見せてくれんやったね。見えたやん。ダメでしたね。なんなのモズベプレゼンテーションは。全然見せてくれなかったわ。さあさあさあ。はい、じゃあ行こうか。行こうか。え、どこに？赤のね、旅の扉に入ってくださいけど。長老の、ああ、そっか、台所だね。大木槌のね。そうそうそう。それ持ってへんよね、確か。持ってない、持ってない。台所とか、椅子も持ってない。うん、よいしょ。何椅子も持ってない。そうそう、モズベさん、あれそこか？どこ？そんなとこやったっけ？大木槌長老の家かも。いや、ちょっと違うな。ちゃうよね。そっちちゃうよね。よし、飛ぶぜ。さらばサソリ。青か。青ちゃう？最初。赤じゃなかったね。ハイネが赤ってた。一番、そうですね。一番初めの。青やわ。ごめんごめん。ところだよ、ね。そうそうそう。最初のとこやから。青ですね、はい。久々に行くかもしれない。さっき行ったか。行ったね。うん。ついさっき行ったね。さっき行っちゃったか。すげえ嘘つけやん。長老、そこ長老じゃないね。そこ長老でしょ。いや、そこ長老ちゃうよ。長老ってまだ、でかいとこに住んでたよ。また嘘こいた。下手こいたみたいな。懐かしいね。なんだっけ、小島よしおですね。うん、おっぱっぴーね。おっぱっぴー。そこちゃう長老。あ、そこ長老やね。うん、長老の大木槌の家のすぐ先にある、てっぺんに井戸のようなものが設置してある土の
スパの中を掘ると宝箱がある。なんかマズベさんどっかで色見つけへんかったっけ、それは。あー、なんか掘った気がする。なんか持って帰ってきちゃったんだよね、それ。うん、マズベさんもう一回言うけど、言うていい？長老の家の先にあるって言ってるから、戻ったらおかしいよ。え、戻っちゃおかしい。先にあるってあるから、あの上のやつじゃん。それは、どっちから来た、マズベさん。うん、こっちから来ました。うん、じゃあそのまま。あれ、なんかでも木箱あったね、今家の中に。あ、ほんと、ほらほら、道具箱みたいなのあるよ。ちょっと収納、そのそんなとこ壊したら階段壊れちゃうよ。その何か入ってんのかな。なんか入ってる。何も入ってない。何もないね。もう使える、うん、泥棒って言われんやん。鬼やな。で、そのまま、じゃあ北の方向からそのまままっすぐ行って、高い建物がある場所。向こう？あれやな、多分左のそのあれ。あ、あれね。あれ、井戸あれや。井戸だ。井戸あれや。井戸だ。あれや、じゃあ。あれやね。タッタ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 タッ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 タ。うん。わかる人おる？わかる人おるんやない？いや、結構わかるんじゃない？井戸のやつね。井戸の魔物。井戸だ。うん、え？井戸掘ってみ？これと、うん、うん、下、下掘ってみ。お、なんか、うわ、なんかあった、ほら。お、でれれれー、古い紙が入っていた。宝箱の中に古い紙が入っていた。うん、よく見ると裏に図面が書いてある。どうやら何かの設計図のようだ。お、お、おー、大木槌の台所、読む宝物庫やって。おー。あらまあ。やったー。宝物庫、壊すぜ。帰ろ。よし。やったー。早速ちょっと作りましょうよ。じゃあもう今日は、あれかな。それ作って終わりかな。終わりになるかな。うん。ちょっと、楽しみです。大木槌の台所って何？これでできるんかな。一回まあどっかに置いてみたら、外に。うん。置いてみよう。多分それ結構初期に取るやつやからな。そうなの？うん。ちょっと一回外、外。街の外に置こう。うん。じゃないと見にくいから。ああ、あれが。それでいいよ、それでいいよ。ふわーんってなって。で、タッチパトース。へぇー。そういう感じのやつだもんね。それ地下に作ったら逆に。あ、どう？地下。地下に。地下辺の感じやし、ちょっと難易度高いけどね、地下に作るの。ねえ。まあまあまあ、作れなくもなさそうですけどね。うん、ちょっと段上げて作らなあかんから。大変か。もうちょっと掘らなあかんね。うん。あら？お、クリティカルになった。もうあの、かなり上位の、うん。レストラン作ってるからね。うん、なんかまあ誰かの、とりあえず剥ごうか、これ。1,2,3,4,5,6,7。横7マスの、例えば1,2,3,4,5,6,7。8やない？横。5、6、7、8、9。9。7やった。いや、7でしょ。横7やった。7×9 やね。7×9×高さ3でしょ。もう一回見て。高さ3で当てる。高さ3。あ、2あればいいかな。そうだね。下はないもんね。2あればいいけど、2あればいいけど、でもあれあるじゃないですか。うん。あの、料理用焚き火が2段使うから、3段ですね、じゃあ。3段で。じゃあ作るか。じゃあちょっと大改装やね、地下。大改装です。え、それこそこの下？うん。作る？そこにだから 7×。3マス空いてるよね、それちょうど。そうですね。そうそう、3マス空いてる。ちょうどいいかもね。うん。しかも、ちょっと奥の方に行けるでしょ。うん、大丈夫かな？壊れないかな？大丈夫じゃん。もう一個目は危ないかもしらんけど。二段はいけるから、
少なくともその下に一段掘り下げるのはできるでしょう。うんうん、ああ大丈夫です。多分フロアをもう一個下げたら大丈夫やと思う。これね、この下ね。うん、そうそう、これでちょっとブーンとブーンって広げたい。よし、行こうか。ブーン、あ、壊れた、壊れたよ。もしかしたら、あのね、いいことを教えてあげるよ。え、なに今使ってるウォーハンマーあるでしょ、はい、ウォーハンマーはね、作るのに鉄サソリのトゲがいるから、うん、めちゃめちゃコストパフォーマンス悪いの、それが壊れると。そうなんだ。うん、って言いながら使ってるけどね、モズベさんは今。使ってる。だそれは、そのウォーハンマーでしか取れない鉱石や、大変な鉱石を掘るときに使った方がいいけど、普段はね、大金土を使った方がいいよ。なるほどですね。普段の土とかを取るときは。今ちょうどね、私の、なんかね、部屋のドアが思いっきり開いてきたんやけど、誰誰なんやろね。すごいなんか爆発音がしたって後ろ見たら爆発音かね。よいしょ、よし、いい感じじゃないですか。 7×9×3 ね。これもちょっと階段を立てましょうか。追加しましょうかね。こうなんか地下の部屋を作っていく感覚ってすごい楽しいよね。楽しいよね。秘密基地を作ってる感じがして。あったねー。私本当にガチで秘密基地は作ってましたね。うん、森の中に。田舎なんで。あ、ね、そしたらね、木の上にみんなで作ろうってやって、うん、本当にでっかい木の上に登ってやってたんですけど、うん、あ、ね、でっかいね、蜂の巣ってやって、もう大ごと大ごと。イノシシにも遭遇するし。ねえ。そういうのね。イノシシには遭遇せんからな、普通は。いや、あるんですよ。びっくりするよ。もう。さあ、モズベさん、地図を置けるスペースを作ろうか。そうですね。スペース。これまだよね。これ大丈夫？上。その上は3段掘らなあかんね。よし。掘りすぎたかな？よいしょ。もう夜ですか。ほっといていいね。9マス分ある？奥行き。奥行きは、ただ、1、2、3、4、5、6、7、8、9。こんぐらい？でも結構奥まで行っていいと思うけどな。ね、ガンガン行きましょうか。広めに作るんであれば。ガンガン行こう、ガンガン。よいしょ。よし。ね、こんな感じで。さ、一気にボーンってやりたかったら、わざとあの足場のブロックを積んで、その上に乗ってからボーンってやる。おー、なるほど。ボーン、ボンボン、ボーン。お、あ、うるせえ。うるさい。よし、はい。あれ、乗っててないやん。溺れてないもん。壊しとるやん。違う違う、ジャンプしたら意味がないでしょ。持ってた、その下にちょっと置いてみっか。下下置いて、上に置いて、でそれに乗って、で回してみる。よし、はい、綺麗にできたなりますね。ね、こんな感じで足場を作って壊すっていうのをやれば、割とそうですね、取りにくい場所も取れます。よいしょ。やりすぎる。はーい。あ、壊れた。新しい大金槌が欲しい。いや、もうこれ壊れちゃうから。あ、でもこっちもある。土を壊すのは大金槌の方がいい。そうですね。もし一発で壊れねえから。で、ちょっとこれは。ここまで行かなかん。いや、そんなに行かなくていいはず。大丈夫だと思います。届かん。よいしょ。あ、やば。危なくない。もうちょっとやらなかった。ねえ。一回
地図置きましょうか。あ、そっか。地図。ケロコリ。ドアから奥なかったら。お？でも結構広いみたいですね。あ、そう、そうでも。そう置いてもいい気はするよ。まあ置いちゃおうか。あら？あ、でも奥が足らんじゃん。あ、奥が。ムズベさん、奥に行き過ぎてるんじゃん。こうかな？あれ？カメラの向きを、カメラの向きを変えた方がいいかな。それで奥足らんのか。でもそれ以上奥に行くと、多分あの街の外に出ちゃう。そうですよね。こう？だからそっちにしなあかんね、やっぱり。これでも足りない？奥行き、うん、今、奥行き足らんね。1ブロック足らん、多分。こうか。これね、もうちょっと。こうかな？横が足りんか。それ置いた、もうそれ。じゃ置いてないですね。まだ足りないみたいです。角が今足りてないね。これをちょっと一回壊してみる？うん。で、一回ちょっと置いてみて、で、モズベさんが理解しとかないといけないのは、うん、一回乗って出してみ。はい。それの周りってもう壁なんで、うん、正確に部屋として必要なのは中5ブロックだけじゃないですか。うん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 、だから今モズベイさんが降りてきてすぐその壁を作ろうと思うと壁の分を一回ほっといた方がいいのね。ああ、壁の分もほっておく。ほう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 。一回ちょっとモズベイさん通じて。その松明置いてるでしょ、うん、松明置いてるところを部屋にしたいんであれば、うん、もう1ブロック壁の分穴を開けとかないと地図が置けないってことね。あー、なるほどですね。これね、ここも崩さないってことね。そうそうそう、ここ崩しとくと、地図が置けるよね。なるほど。壁の分。ほい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 。思いのほか、理解した。うん、思いのほか、理解できた。まあ、絶対理解してないと思ったわ。よし。さあ、モズベーが。作るよ。してね、あと10分ちょいで大きい寿司の台所が作れるのか作れるのか待て次回だね。待て次回ちゃうね。今回で終わりやねん。なんで待て次回やねん。待て次回なんておかしい。行ってみたかった。待て次回。あの土壁置くのは2ブロック分やから それ以上部屋開けなくていい。あーそうなんだ、うん、じゃあこれでいっか。だからそれが一個邪魔やね。これで置けるんじゃない？パチッケーズ外して。はい。こうかな？お、できた。置けたよ。置けたけど、そのドアの位置とのズレが出てくるから。階段変えなきゃいけないの？ってなると手間でしょ。だその分、掘った方がいいかな。ここね。そこをそのままドアとして機能させたんやから、まっすぐ。もうちょっとね。あと2ブロックの奥に行かないとダメ。掘った方がいいよね。そっから。あの、上開けなくていいよ、もう。おーい。必要ないから。とりあえず1。はい、そのまま。そうそうそう。ね、ふざけて、これで外す。そっちは2ブロックいかなかったよ。なんでそこで終わんの？2 ブロックいかなかんよ言ってんのに、なぜ1ブロックで終わんの？いやね、立てよう、はい。大丈夫だよ、みんな。バカだなとしか思ってないから、モズベさん。ね、ありがとう。ありがとう。扉の位置おかしいでしょ、モズベさん。それ OK ちゃうよ。ちゃんと見てから言うと。全然置けてなかったで、今。こうかな。そうやね。あー、よかった。ようやく。あとは土を埋めていこうか。うん。土置かなあかんところに置いていくね。ピリンピリンってなるところだけが正解で、ね。はーい。そこの角は置かんでいいとかね。そうだね。奥から置こうね、なるべく。ほーい。
ないのに置いた箇所があったね。本当？置いてごらん、一個。え？本当？あ、本当。そうか、うん。大丈夫だよ、モズベイさん。あー、また一個置いて。そんなことだって分かってるからね。ここもか。奥はないよ。置かなあかんねん。置いちゃうよ。置かなあかんねん、そこは。奥奥。奥奥。一個だけで。あー、なるほど。さあ、ちょっと急がないと。ここはずっと部屋閉じる。うん。なんでそこ閉じちゃうの。はい、これね。これして。はいはい。その上ももう閉じといたら上？そこ、今その奥の隠し部屋みたいになってるけど、うん、秘密の部屋みたいな入り口になってるけど、まあまあいいよ、いいよ、とりあえず完成を急ごう。そこ、そうこれでできた。もう結構置けたね、それで、一回タッチパッド押そうか。あら、あとはもう細かいものがいっぱいあるね。あー、モズベさん一個土ブロック置き忘れてんね、左上。置き忘れありますね。そこやね、そこや。よし。そこ乗ってる間に、奥埋めといたら壁。ああ、壁です。うん、その辺。埋めといていいんちゃう。なんかすげえ音したな、はい、今。炎かな？いや、大塚さん、右やな。ハイニーが言うてんのは。右？その、花壇じゃないな、なんていうの、焚き火用台所を置いたときに、奥の壁に穴が開いてんのがかっこ悪いよっていうのを言ってるだけよ。そこで、そこもう一段ずつやね。もう一段ずつ、うん、これこう、そこポン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 って、おー、うん、はい、それで奥の壁埋まりました。一個空いてるけどね。まあね、まあね。いや、まあね、ちゃん埋めとけや。うん、そこはまあまあ大丈夫かな。60は終わった。その上も埋めといていいと思うよ。上も埋めとき？そこ。これね。うん。めっちゃ見にくいね。うん。よいしょ。お、お。うん。ポンポン。で、そこもポンポン。落ちた。あ、なんか誰か来た気がする。そんな気配がする。おはやか。はやねさん。怖っ。お父さんとも弟にハッピーで、いかれく。あ、ハッピーバースデーください。お父さんと弟に。あー、おめでとうございます。ハッピーバースデー、to you。ハッピーバースデー、お、to you。ハッピーバースデー、dear、お父さんと弟さん。Happy birthday to you。 うるさい。マリリン・モンロー風にね。マリリン・モンローが大統領に歌った風にちょっと歌ってみました。今のでいいの？いや、わかんない。わかんないけど、よかった？大丈夫か？もう、ハイネがただやりたいようにやっただけ。いや、もう全然そういう依頼はしてもらっていいですよ。いいなぁ、ハイネさん。いいなぁ。弟さんだけでよかったのかな？よかったのかな？弟さん誕生日言ってたもんね。はい、ちょっと言ってた。そういえば。そこはあれやな、なんか収納箱やな。ね。結構必要なもんをガンガンも持ってきた方がいい。そこ穴開けた。何のために？え？いや、階段置いたけどなんか登れんと思って。あ、空き部屋が壊れてしまった？あ、階段の場所合ってる？そこで。合ってるはずなんですけど、ね。ちょっと間違うもつべさん。もう一回地図見てみる。うん、ほら。あ、じゃあ置いたらあかんとこ、ハイネが言うね、うん、
はい、ちょっとそこの4つ壊そう。正面4つ壁、うん、その、うん、その右、右、その右の2つも、その横の1個壊して、はい、その奥の上も壊す、うん、そこまでで OK いいかな、うん、そこに暖炉かなかね、暖炉じゃん、料理用炊き、料理用炊き、料理用炊き持ってたよね、確か持ってた、あったあった、つぼ、つぼ、いやもう出されへんから先焚き火置いた方がいいよ、本当、あった、間違えちゃった、あれもう何でわからないけど、あ、キビア完成した、あ、はい、いえいえ、もうまた言ってください、はい、でもこれもどうぞどうぞ、ハヤニエさんが歌いますんで、うちのハヤニエが歌いますんで、あ、モズベさんに言われるとイラッとするよね、そんなことないですよ、モズベさん、あのそれ家できるまで延長します、もうあと4分しかないんですけど、あ、延長しましょう、ちょっと見てくれる人ちょっとだけね、じゃあちょっとだけ延長しますね、はい、あの延長しますね、ここが完成するまでちょっとやりますわ、さすがに完成せずに終わるとあんまりなんあ、収納箱が見当たんない、どこ行ったんやろ、あ、おったおったおった、あるある、それそれ、よし、いいやない、ね、あと松明2個と、あと壁掛け松明2個はあるね、持ってるよね、多分ね、あるね、その先に置いとこうか、真ん中ぐらい、これか、その上やね、壁掛けやから、もつべさん、それ今持ってんの裸の松明やからね、あれ、あ、ほんとあれよ、あの壁掛けか、はぁ、またマインクラフトはね、普通の松明も壁に設置できるから、あー、マインクラフトとか、そっか、テラリアとかね、そうですね、よいしょ、よいしょ、中途は気になっちゃうね、ダブル、はい、よいしょ、延長、あとは机とテーブル、だからモズベさんがもう制限時間内に作れへんっていうね、もうその低たらくですよ、低たらくです。はい。考え中空間把握能力とかないからね。それさ、モズベイさんさ、はい、扉間違えてへんかいな。合ってた？扉合ってるよ。確認したよ。ほら。ほらー。ほんまやな。木の扉。ほらー。意外にちょっといい扉なの。そうなんです。そのレベル帯やと、藁の扉かと思った。あー、そっかそっか。うん。おぉ、また仲良し3人組やね。じゃあ。さあ、何を作るか覚えてますか？テーブルと椅子。何個ずつか覚えてる？これは2個やね。これ2個で、椅子は4つ。お、素晴らしい。椅子は4つ。机とテーブル？で、なんか、もう一個いる気がするよね。食器？食器やったよね。食器ちゃうかったな。一個だけ。あー。食器一個だけ？ね、なんかでも誰か作ってた気がしたんですけどね。あ、食器あるよ。入ってたで、今。入った？うん、上。一番上の、右の方。あ、ほんと。ちょっと右に。これ多分一個だけだっけ？え？終わり？多分これで終わりじゃないんかな。大丈夫やと思いますよ。ね、じゃあ、椅子から置いていこう。うん、で、いいですか？椅子から置いていこう。テーブル。これね、これポイントですよね。そうそう。椅子は必ず、向かい合うように、そうそう、椅子。向かい合うように、そうすることで、座ると、座るとね、座ってごらん。ね、こうなる。適当に置いてみ、一回。適当に置いたら。ね、こっちから置くと、ダメなんですよね。したらこうなるね。逆向いちゃうね。なっちゃうから。向かい合うように設置するのが、ね、そうです。はい、テーブルをちょっと壊してくるね。はい。おい、おいって言ったら違うとこ置いてる。サラダちょっと。サラダのあれ。いや、食器1個だけなんじゃない？あ、いや、サラダプレート。サラダプレートいるわ。うわいるわ。置
教えてもらった。そんな言うてる間に累計ウォッチ数が2000突破しましたけど、ありがとうございます。 ありがとうございます。サラダ、サラダプレス誰か作ってないかな。何でも作ってくれてないかな。我がで作りなさい、あなた。なんか足りないね。森のサラダがいるね。あるある。作れる。作って。お腹空いてくるね。サラダプレートは飾りやから、そのレストランにも配置しときたいな。そうだね。なんか変わるかもしんないよね。飾ったら。何も変わりはない。ポイントがアップするくらいかな。上の方や、ね、上の方が。上サラダ。上サラダ。最高。おー、ご飯ところになった。はい、皆様、拍手で。拍手で終わりましょう。まるまるものパチパチ。あ、座るんじゃない、座るんじゃない。うん、食器は食器どこ行ったんやろ。食器使ったんや、その皿のやつに。サラダ。あ、サラダに使ったのね。そうそう、サラダプレートで一個使ったから。はい。できたよ。あ、できました。おめでとうございます。おめでとうございます。できました。やった。ちょっと、ね、できたところないけどさ、モズベさん、その横に穴開けて横に抜ける扉。そうですね。やっていきましょうか。その上を壁ちゃんと作っとこうぜ。扉？これにしようか。おー、なるほど。いいね。はい。ちょっと隠れ家的な、あれやね。うん。レストランで。レストラン充実しすぎやろ、このミルキド。ご飯どころになったよ。ご飯どころになっちゃったね。ダメなのか、やっぱ。なんで？え？いやいや、いいんやで、別に。もう完成したから。あ、そうなの？地図も帰ってきたから。一応、ご飯どころの方が多分ポイント高いんちゃうかな。そうなのか。ポイントは書いてないかな。あ、書いてるね、スコアポイント。したらへんかな。建物。いや、どうやろう。もう一個知ってた？設計図で、下の方行ったら、書いてる。書いてないですね。書いてんけど、あれじゃない？ポイント的には多分、まあでも入る。上位になるんじゃない？うん。じゃあ大丈夫かな？こう壁じゃつけて。ちょっと地下があれね。いやでもそういうあれやな、隠し家的な、隠し家ってな、隠れ家的なレストランっていいよね。いいですね。個室がね、ある感じのね、なんか。ステップできた。いいと思いますよ。面白い。上に置かなかった。それも下に足場作ってから、置くしかないから。邪魔邪魔どんどん置いてるやんどんどん邪魔なもん作ってるやんか。気をつけてね。すげえ足場使うなあ、できたよできたよ。でこれあのレンガの魔法のやつで、レンガにしたら一気にちょっといい感じの見た目になるんじゃない。あー確かに。土のままでいくの。まあ土はちょっとあれですね、もう枠も枠なので、もう時間がないんで、またちょっと自分で作って。あそこ穴開いてるね。穴開いてる。穴開いてる。じゃあ次までまたちょっとだけモズベリーニューアルが、うん、テコ入れが入るわけですね。そうです。ここもなんか変わったお部屋にしようかな。台所めちゃくちゃ作るわ、ここに。台所、そこが台所や、言うてまだ台所作ろう。台所作ろう。じゃあまあまあちょっと期待して、うん、いい感じのね、台所をよろしくお願いします。はい、じゃあね、さあじゃあ今回の配信はこの辺りで終わっておきましょうか。行きましょうか。じゃあね、すいませんね、はい、ではエンドクレジットに行きますけど、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。 Twitter アカウント、チャンネル登録は動画の詳細にリンクがありますので、そちらからご確認ください。はい、
本日12時からですね、またグランドセフトオートの配信をハイニエ単独でやってますんで、はい、そちらもよかったら見に来てくださいけど、はい、お願いします。で明日の17時は何か予約取ってましたっけ？明日ウィッチャー3ですね。ウィッチャー3のサブクエ消化の方をやりたいと思いますので、はい、はい、こちらもね、オープンワールド型の非常にサブクエストもストーリーが面白い、モズベさんがてんやわんやするお話となってますんで、うん、ぜひチェックよろしくお願いします。フォローの方ね、ツイッターとこちらのフレッシュチャンネルもよろしくお願いします。はい、いますはい、ではまた明日の配信、今日の配信でお会いしましょうケロ、はい、お疲れ様です。